抜け出した裏、レッツチャンスになる。キャスパー・ユンカーにボールが通る。抜け出しシュート、決まりました。大久保逃げる動き、キャスパー・ユンカー、ユンカートラップ、抜けてきた、キャスパー・ユンカー、小泉フリック、武藤が来て足元、ユンカー、先制レッツ、デビュー戦 J リーグデビューでしっかりと結果を残します。キャスパー・ユンカー、うまいですからね。マキノから中距離のパスになりました。ここですよね。一転してうまいですね。キャスパー・ユンカーの力強いドリブル、倒される。ライン割っていません。このボールを収めたのはキャスパー・ユンカー。ロスボールはユンカー、さばいて小泉に戻します。2人の関係からスピードアップだ。一気に行く、いや低いボールこぼれて牧野、来ない、ユンカー先制レッツ。小泉へ戻して、そこにユンカーがリターンを受ける。ワンタッチコントロール、うまい。見事なカウンターアタック、今日2得点です。ユンカー大外、田中もう一度上げた、そしてユンカー、キャスパー・ユンカーがここで勝利。まだあるゴール前、ユンカー進めることはできますけど、回され始めてくると、うん、ここにね、広大なスペースありますからね、はい、前からシュート。ユンカー瞬間的なスピードを持っています。キャスパーユンカー、このボールは味方には繋がりません。ユンカー、ユンカー自ら行く、ユンカー自ら行く、走っていった、江坂だ、ユンカー、ユンカー、ユンカー、ついて決めた。ここまでいい戦い、高い宮原、一つのミス。田中達也、入れ替わった、間に合います。低いクロス、こぼれてまだある、ゆるきのクロスボール、ユンカー一人ディフェンスかわしてシュートは、グランダーで押し込んだ。ボレーシュート、キャスパーユンカー、しっかりとまずはコンパクトにボールを奪い切る。ところユンカーにボールが出た、トラップをして中へのボール、ちょっと流れていきますが、シュートはどうか、来た、酒井ダリウリカバース止める、ユンカー小泉だ、さてユンカーへ、ユンカー、関根折り返す、ユンカー加藤むつきです。高田さん、はい、レッツの方が選手交代を行います。山中選手が呼ばれました。酒井からのボール、ユンカーあっと足がかかりましたが、いやー、いいコントロールですね。ユンカーユンカー、ここもうまく前を向きました。ジャゴアウェスが守備に戻るが、逆サイド小泉がいる、その小泉浮かせてユンカー、ゴール前には小泉が入ってきました。ラストパス小泉、流して大久保、キャスパーユンカー、キャスパーユンカー、ローラー戦、大久保
小泉ではなくてユンカー食べるワンタッチ左足で来るかもしれないですね。左山中勝負を仕掛ける、早いクロス、ユンカー決まりました。浦和レッズ先制、頼れる男エルトリア。山中、さらには平野から、このスペースにユンカー走る、競争になるエメルソン・サントス、ユンカー持ち出してのシュートだ、ゴール。この前半の終了間際、追加点、再び3点リード、4対1。というのありますよね。そうですね、秋元こぼれ球、ユンカーだー。いい時に点が取れなかったらね、逆に取られるっていうね、はい、恐ろしさありますよね。ユンカーこの位置から狙いました。決しての試合に向けてもう1点欲しいところ、ユンカー、ユンカーかわして、得意の左足。柳沢は、まあね、左の方をここで奪うか、ユンカー、ユンカーエリアの中に入ってきて、振り抜いた、レッズサポーターの目の前で決めた先制は浦和レッズ、キャスパーユンカー、まさにハンター、仕留めてきましたね、このワンチャンスの鋭い、まさにカミソリのような、このハンターですよね。